皆さんこんにちは、藤岡弘です。仮面ライダーは今年50周年、1971年に生まれたヒーローは日本中の子供たちに愛され、一度は戦いを終えました。それから50年、仮面ライダーは今に至るまで日本、そして世界中の人々の自由と平和を守るため戦い続けています。ヒーローへの憧れは変身ベルトを通じて私たちがより身近にリアルに感じることができました。仮面ライダーになりきる、そんな文化も仮面ライダーそのものの歴史とともに今年50年を迎えました。仮面ライダー50年の集大成、それがこちらです。変身ベルト台風、これが共に戦った相棒。この変身ベルトには皆さんそれぞれの思い出があると思います。私もこの変身ベルトに触れると50年前に私が生死をかけて戦った熱い思いが込み上げてきます。皆さんも子供の頃に心に響いた感動が蘇り、私と共にこれからを生き抜く力を感じていただければ嬉しく思います。50年後の君たちへ。